羅刹隊ということは迎撃に出たのは三男さんか。彼はどこに。あちらです。まがいものが生まれ変わって出直してくるがいい。おのれ、他の雑魚より多少はマシだが、お前も所詮はまがいものか。雪村君、君は下がれ。あいつは我々が抑える。気をつけなさい。みんな、嬉しくない話だが、敵は風間だけではない。ぜっ、ご分を。頭を下げろ。羅刹隊の暴走が始まったか。厄介なことになったな。そうか、奴はどこにいる。安心しろ。守れという命令がある限り、俺はお前を守り抜く。何があってもだ。時間がない。さっさと行くぞ。島田君、突出はするな。一人でも切られれば総崩れになる。雪村君、斉藤君を呼んできてくれたか。怪我をした人がいれば下がっていてください。あとは俺が。ほう、ここにはお前が残っていたか。俺が来た以上好きにはなどと言うつもりはないが、これでもここの留守を任された一人なんでな。逃げる気か。残念だが、今日はただの時間稼ぎだ。個人の用向きで来たわけではないのでな。長居をするつもりはない。覚えておくんだな。これがまがい者の末路だ。血に狂い仲間を襲う存在になり果てて、それでも我ら本物にはかなうことなく、犬のように切られる運命の哀れな道化。こんな輩に囲まれて暮らすなら、俺と一緒に来た方が幸せだと思うがな。引いたようだな、無事か。そうか。
井上さん、悪い知らせです。ここで処理しきれなかった羅刹が数名豚所の中に侵入していたようです。そうか、中の被害はどうだい。警備です。侵入した羅刹は切り殺されていたので。誰がやった。今豚所の中にはそんな戦力は残っていないはずだが。沖田さんです。自分が沖田さんの部屋に入った時、すでに無数の羅刹の死体が転がっていました。だからすぐに松本先生を呼びに行く。部屋にいてくれましたか。外に出ていたらさすがに探しにはいけませんから、よかったです。これはまさに典型。これほどの妙案が思い浮かんではゆっくり寝ていることなどできませんよ。どうです、私の考えを聞いていただけますか。あなたは鬼です。そして鬼たちは戦闘力も生命力も人間よりはるかに強い。それは先日我々を襲撃した鬼たちの力を思い起こすまでもないことです。その強い力を持つ鬼、その鬼に流れる血はやはり人の血よりも強い力を持っているのではないでしょうか。あるいは羅刹の狂気を完全に抑える力があるかもしれません。自らが羅刹となる前から、そして羅刹となってからも薬についてずっと研究をしてきたのは私です。その私がたどり着いたこの考えが間違っているはずはないでしょう。少なくとも試してみる価値はあるはずです。この仮説が正しいことが証明されれば、それはとても素晴らしいことなのですから。あなたの存在で我々すべて、
羅刹隊、いや新選組のすべてを救うことができるのですよ。さあ、怖がらなくていいですよ。私は何もあなたを殺そうというのではない。ただほんの少し血を分けてもらえるだけでよいのです。何やってんだ三男さん。ああ土方君、ちょうどよかった。君も手伝ってください。邪魔をするんですか。これは我々新選組にとって大きな一歩になるかもしれないんですよ。もう一度聞く。何やってんだ三男さん。タイのために羅刹の狂気を抑える方法を探っているんですよ。